さて、攻め手を失ったからにはあれしかないと思うがね。待ち伏せか。問題はどこでやるかだな。図書館はダメですか？少年ドールさんの様子が気になるので。鈴菜ちゃんがこう言ってるんだし、図書館にしましょう。ぶっちゃけどこでやろうと一緒だろ。どこでもいいぜ。じゃあゴシッパーでつぶやくよ。挑戦状は刺激的な方がいいよね。チーム分けはどうします？小太郎、俺と来い。ああ、いいぜ。僕は琴乃さんと行こう。お手柔らかに。峰沢先輩、一緒にどうです？わかった。鈴乃ちゃん、一緒に行こう。うん。じゃあ私と鳴子か。彩菜ちゃん、よろしく。今回は留守番なしだから、ほっといても拡散されるようにしといたよ。鳴子がそう言うとなんか不安だけど。みんな図書館に行っちゃって。控え室に来て。なんなのこいつ。はいはい、ルシードちゃんよ。新しい学士だって。こいつか。ヒットチャートを塗り替えまくっている新参の学士というのは。はっ、そんなことどうでもいいわ。孫はどこよ。この私を呼びつけるなんてどういう了見なの。呼び出されたのは帰宅部に負けたからでしょ。今度はあなたたちの番だと思うから頑張ってね。私たちの番？話が早くて助かるわ、スイートピー。帰宅部の連中から新たな挑戦よ、ミュウ。うん。ちょっと！これ私のプライベート温泉じゃない！よく撮れてるね。あんたたち、人の温泉で何してんのよ。この顔にピンときたら帰宅部へ。女湯を覗きに来た犯罪者です。学士変態ばっか、超ウケる。アホを尻目にデジヘッド狩り in 図書館。悔しかったら止めに来れば。また変態写真晒されるだけだろうけど。プギャー。情けない、オスティナートの学士の面汚しめ。違うんだ。そういうわけよ、少年ドール。ミレイ、クチナシ、ルシードと一緒に帰宅部とラガードたちを狩ってきて。冗談じゃないわ。なんで私がバカの尻拭いをしなくちゃいけないのよ。ジェケロ。追い出すっていうの？絶対現実には戻らない。やるわ。しょうがないわね。行くわよ、変態。変態って言うな。着いたよ。神器臭いところね。あんたずっとこんな場所に引きこもってたの。だからそんな陰気な性格になるのよ。少しは私を見習いなさいな。放っておいてよ。静かでいい場所だわ。気にする必要はない。お、ありがとう。ルシード、今日は誰の曲を流しちゃう？ OK。 それじゃあ本日の曲はこちら。チェックラン。来たみたいよ。あれ、美和坂くん。どこ
に行ったのかしら。ねえ、もういいんじゃない？飽きてきちゃったわ。まだ半分も回ってない。ちょっと、あの気味の悪い人形はどこ行ったの？あれ？少年ドール！まさか、あの変態一人だけサボる気？この私を差し置いて、許せない。お前たち、探しなさい。探すのよ。この流れ、どっかで見たね。ここだよ。ねえ、少年ドール、ミュウだよ。出てきて。どきなさいよ。あんたがそんな猫なで声で甘やかすから調子に乗るのよ。こら！いるのは分かってるのよ。さっさと出てきなさい。下々の分際でノーブルな私に働かせて、自分は雲隠れなんて許されないのよ。もう放っておいてくれ。時でも外に出たのが間違いだったんだ。僕にはこの部屋で朽ちていくのがお似合いなんだ。あんた恥ずかしくないの？この引きこもりニート、寄生虫、ごくつぶし、親不孝者、みんなだってメビウスに引きこもってるニートじゃないか。僕と何が違うって言うんだ。このあんたとはコウキさんが違うのよ。一緒にしないでちょうだい。やめろ、ミレ。お前の言う通りだ。私たちはお前と同じ、現実から目を背けた引きこもりだ。でも、みんな理由があってここに来た。だからこそ、メビウスは守らなければならないし、現実に返してはいけない者もいる。私は、たとえ死んでも、帰宅部を現実に返さない。そのためなら何でもする。何マジになってんのよ。分かったよ。メビウスでもお弁当は食べられるし、あの子が現実のことを忘れればメビウスと友達にもなれるかもしれない。そうだね。帰宅部のみんなも一緒だと楽しいね。ほら行くわよ。とんだ時間の無駄だったわ。少年ドールさん、いないね。行こう、鈴奈ちゃん。はい。どこに嫌がるんだ、田所。いた！もう、探したわよ、リバサカ君。何をしてたの？現実に帰ったら、すぐ仕事に戻れるようにと思ってね。こっちにいる間に向こうで何があったか、新聞のマイクロフィルムを調べてたんだ。ふーん。役に立つ記事は見つかった？いや、6年前までの現実の記事は揃ってたけど、それ以後はメビウスのどうでもいい情報ばっかりだったよ。よくできたコピー世界だから、もしやと思って来てみたんだが、片手落ちだな。そうでしょうね。そっか、エイジは後から入ってきたからまだ説明してなかったっけ。メビウスには現実を思い出さないようにファイアウォールがかけてあるんよ。何年か前の情報が閲覧できるならここのもバグだね。ふん、おかしくないか。じゃあどうしてみんなアストラルシンドロームのことを知っていたんだ。ああ、そのことアリアがナルコちゃんのスマホのファイアウォールを解いて現実のネットにアクセスできるようにしてくれたのよ。今メビウスからタイムリーな現実の情報を調べられるのはナルコのスマホだけなはずだよ。ほう。これ知ってる。ひどい事件だったよね。アイドルの女の子がファンに顔をバットで殴られて自殺しちゃったやつでしょ。正しくは地下アイドルってやつだな。犯人は無罪放免になったようだね。そんな、
ひどすぎるわ。弁護士が優秀だったんだろう。いた！あなたが来たの？ずいぶん面倒くさいことをしてくれるじゃないの。今度は4対2よ。立場逆転ね。人質取ったり仲間を連れてきたり、せこい女ね。世界一優れた女が聞いて呆れるわ。こいつらは手下よ。あんたなんか私が相手をするまでもないってことよ。じゃあ3対2じゃない。世界一なのに算数もできないの。あ、なるほど。世界一愚かな女か。納得。ことの子、怖いよ。くぅ、相変わらずベラ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 。この、妖怪口先女！何それ、口先女とかけたつもり？小学生？私綺麗って聞いて回ってるのは自分じゃない。訂正するわ。世界一愚かで幼稚な女ね。うん、納得。ぼーっと突っ立ってないで、あんたもなんか言い返しなさいよ。美和坂英二。ふん。負けちゃダメだよ、口なし。大丈夫。そうかい。美和坂くん、カタルシスエフェクトじゃ人は殺せないそうだが、そのまま息ができなくなったらどうなるんだ。心を病んでるんだろう。うだうだ絡んでこないで、おとなしくままごとしてればいいじゃないか。邪魔はしないよ。だから君も僕の邪魔をするな。わかったか、口なしさん。黙れ。アリア、リミット解除ってやつお願い。うん、あんまりこれ頼りになるのも不安なんだけど。カタルシスエフェクト、オーバードーズ、ガーレイブ！ほう、こいつはいい。さて、忠告はしたぞ。うっかり死んでも、自分を恨むんだな！うるさい女だけならこんなことには。貴様覚えてろ。待って、エイジ、琴乃、逃げよう。ええ、ちょっと分が悪いわね。どう見て、私のあまりの美しさにあの口先女、尻尾巻いて逃げ出したわ。口なし、くそ。何よ。あの男とかなり訳ありみたいだね。私の勝利に水を差さないでくれる。まったく興ざめだわ。戻るわよ、下僕ども。あー疲れた。お茶はないの？お茶。守備はどうだったの？帰宅部には逃げられたけど、ラガートは随分勝ったよ。そう、もう帰っていいわよ、ルシード。ほんと何者なのよ、あいつ。さあ、何者かしらね。敵か味方か、私はそれが楽しみなのよ。遅かったな。なあ、お前本当に図書館にいたのか。やっぱ一人だけサボってたんだろ。
誰もお前の姿見てないんだぜ。おかしいだろうよ。あそこへ行ったの？じゃあちゃんと図書館にいたのね。何かってどういう意味？あそこで学士たちと戦って逃げてきたのよね。派手好きな学士や精神不安定な学士がいたからね。激しい戦いだったよ。そんなことよりみんな部長くんを糾弾するのはもうやめよう。仲間割れなんて学士たちの思うツボだぞ。そうだそうだ、これからどうするかを考えちゃって。おお、ねえねえみんな、ビッグニュース。この後駅前でミュウのゲリラライブやるって。今から行けば間に合うかも。マジか。ゴシッパーでイケピーってドールピーが告知してるよ。告知したらゲリラライブって言わないような。イケピーですか。その人オスティナートの学士ですよ。だとしたらその告知は僕たちをおびき出すための罠じゃないのか。違うと思いますよ。その人自分をアピールするのが好きなんです。だいぶ痛い人なんで覚悟してください。わざわざミュウがどこにいるかを教えてくれるとは。よし、それじゃあゲリラライブにみんなで飛び入り参加して。